不懂人情世故。言いましたよね。也不会说话。牧本今こうなってました。却很善良的。牧本さん。牧本さん。何らかの事情で遺族が拒む遺体を火葬して埋葬すると関しましては彼が自費でそういう問題じゃないですよお見送り係は廃止すべきだと考えます鏑木孝一郎62歳独身事件性はなし牧本さんと最後一個案件让他下定决心为孤独的亡者踏上寻亲之旅あいつとは家族の話はしなかったけどまさか娘がいたとはねつもり東子さん10年も音沙汰なしで何を今更って思ったけどあいつの知らない娘ならあそこにいるけどね彼女はご遺族じゃないですか牧本さんありがとうございました木本先生能顺利完成吗大影展周日下午1:33晚间8:00